さあ、ついにやってまいりましたコパアメリカチーム紹介よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、日本代表ということでございますね。はい、うん、まずは、コパアメリカに臨む日本代表、はい、かっこコパ選抜エディション、素晴らしいですね。はい、ご説明させていただければと思います。開きましょう。こちらでございます。あ、ごめんなさい、井上までございます。あ、ノーミルク佐藤でございます。プロサッカーデータマンのノーミルク佐藤先生に伺っていきましょう。こちらの表でございますけれどもね。はいはい、これは見方色合いについてはいつも通りですね。そうですね、坂つくリスペクトシステムですね、ポジションごとに、はい、なのでキーパーが赤、はい、うん、センターバックが青、うん、サイドバックできる選手に関してが水色で、ボランチがオレンジ、はい、そして、オフェンシブミッドフィルダーが黄色、うん、ウィンガーが黄緑、はい、フォワードできる選手に関してが、緑となっております。そうですね、まあ、以下このシリーズに関してもね、こうそれが適用されるということ。この杉岡選手と左側だけね、薄く青になってるの分かりますかね。はい、これセンターバックもサイドバックもできますよということですよね。はい、はい、そして、各選手ですね、うん、それぞれ今回からちょっと変えましたのが、はい、チーム名、はい、そして所属しているチームまたリーグに関してもすごい、入れるようにしました。こういうのすごいですね。はい、進化しました。紹介していきましょう。はい、まずキーパーからです。うん、キーパーおそらく大迫圭介選手、サンフレッチェ広島選手ですね。そうですか。はい、務めるんじゃないかと僕は思っております。はいはいはい、理由としてはですね、うん、川島選手の可能性はもちろん若干あるんですが、うん、おそらく彼はその伝道していく側、はい、その代表としての経験を伝えていく側になるので、なるほど、2010年の、うん、南アフリカワールドカップにおける、奈良崎選手、川口選手の役目を彼が担っていく形になっていくのかなと思います。うん、そして小島選手とじゃあ大迫選手どっちなのって形になった場合、はい、やっぱり今季リーグ戦で主に出ているのが大迫選手なので彼なんじゃないかという可能性で考えました。なるほど、がっつり経験値を積んでほしい。そうですね。うん、そして次ディフェンダーです。はい、フォーバックの可能性もあるかなと思ったんですけど、よくよく考えると例えば菅大輝選手はやっぱり、うん、左のウィングバックを務める傾向が強く、はい、杉岡選手が左のウィングバックまたはセンターバック、はい、そして、タスタ選手に関してはセンターバックと右サイドバックができる選手というところ、いろいろまああったりするんですけど、はい、全体的にやっぱりフォーバック型のメンバー構成にしてないなっていうところがあったので、おそらくは3バックなんじゃないのかなと僕は今思っています。ね、先生ぐらいになるともう先行のメンバーでその辺も見えてきちゃうと。はい、うん、そして、なので3バックがですね、一番真ん中に冨安、はい、で右に上田、うん、まあ、ここの2人は逆になる可能性もあります。うんうんうん、で左のストッパーに板倉子、はい、まあ、ベガルタ仙台の時にやっていたスタイルですね、はい、になるんじゃないかと思います。はいはいはい、そしてボランチが、中山雄太と、柴崎岳、うん、よく考えたらディフェンダーとボランチ内ここまで全員海外組なんですね。そうだ、本当だ、昔じゃ考えられないですよね。しかも後ろの方の選手が全員っていうのはね、はい、うん、となっております。うん、で左のウィングバックに関しては、まあ、相手チームによってちょっと変えてくるのかなと思いますが、はい、左が杉岡大輝 で、うん、で右がですね、伊藤達也選手になるんじゃないかと僕は思っていたりします。はあはあ、実はこのメンバーで右ウィングバック務めることができる選手でいうと、うん、伊藤達也選手のほか、阿部裕樹、うん、そしてあえて右で菅大輝、はあはあはあ、そして、岩田智樹、原輝樹のメンバーになるんです。うん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 、でただ杉岡選手がそこまで今回前に行かないんじゃないかと、いわゆる直にチリとかウルグアイ相手だと、ね、そこまで攻め込めるシーンも多くないので、うん、なるほど、5バック型にするのであれば、うん、両ウィングバックを、杉岡原という形式はあるのかなと思うんですが、両方とも守備型にしてしまうと攻めに転じるときに少なくなってしまうので、うん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 、片方はオフェンシブということで伊藤達也という可能性はあるんじゃないのかなと思っております。見たいですね。うん、はい、そして、最前線メンバーが左中島翔、うん、で右に久保建英、はい、またはここは三好コーチの可能性もあるのかな、はい、で中島翔の代わりに阿部裕樹の可能性はあると思います。うん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 、で最前線に前田大然、ああそうなんですね。はい、あの、うん、永井健介選手を、トリニダード・トバゴ戦で使った理由、あ、ごめんなさい、エルサルバドル戦で、使った理由としてが、もしかしたらこのスピードタイプをどう扱うかという形だったんじゃないのかなと思っていて、ちょっとこのためのシミュレーションでもあったんじゃないかと、あったんじゃないかと僕は思っているんですよ。うん、なとなると永井選手の動き、いわゆる、セントラルウインガーと呼ばれる方式ですが、うん、はい、一番真ん中からサイドに流れていく、はいはい、それによって杉岡、中島、前田、もしくは、伊藤、久保、前田というところで、メンバー構成というか、そこの、うん、そこの前線3人ないしは5人のところでうまくねポジション修正しながらやっていけるようだと、例えば前田選手流れて久保選手がため作って中島翔也選手に入り込んでもらって、うん、久保から中島で決め切るみたいなことができればいいんじゃないのかなと思っております。はははは、うん、ワクワクするメンバーですね。はい、うん、そしてこのコパアメリカでの見どころなんですが、僕は正直、まあ、もちろん決勝トーナメントにも行ってほしいところではあるものの、はい、一番ね大事なのは優勝以上に
に必要なものを得て帰ってくることが一番だと思っております。なぜならですね、実は日本が行けなかった2011年のコパアメリカではですね、実はメキシコ代表が、この、ね、コパアメリカに参加したんですけれども、 そのメキシコ代表も実は U22 で臨んだんです、はいはいはい、でその結果いわゆるロンドンオリンピック世代でこのコパに臨んだんです、右下書いてある文章ですね、そうなんです、はい、その結果厳しいものだったんですが、そのメンバーが成長して翌年開催のロンドンオリンピックで優勝の結果を持ち帰った。なるほど。そう考えると来年の東京オリンピックに向けて今回この U22 で臨むという選択肢は間違いじゃない、うんうんうん、そして経験を岡崎川島から伝えていく。2002年だったら中山秋田、2010だったらやっぱりいましたよね、川島奈良崎、うん、いましたというメンバーがいたわけです。そのメンバー、そのベテランの味を持っているメンバーが若手メンバーに伝えていく、そしてこのメンバーがここで経験を積む、そのことによって2020の東京オリンピックがあり、2022のカタールワールドカップがあるんじゃないかと考えればいい選考なんじゃないかと思うんです、はい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 、なるほど、すごい納得のあれですねということでございます。メキシコそうだったんだね、じゃあ完璧なメンバーというか、はい、そうですね、メキシコの例もあってそれに習ってるっていうところもあるのかな、可能性はあるんじゃないかと思うんです。なるほど、これでもあれですよね、ワールドカップに向かってその中に地元開催のオリンピックがあるというのは初めての経験じゃないですか、そうです、ね、JFA からしても、はい、これがどう出るか楽しみですよね、楽しみでございますね、2年刻みで強化してるっていうかね、はい、素晴らしい。でおそらくは、うん、はい、今森保監督とかと、はい、実はあと、高倉監督、なでしこの監督でもあるんですけど、うん、はい、彼らにはちょっと一個だけ欠点があって、うん、日本代表の特 に日本人監督組よくあることなんですけど、うん、途中の修正能力がちょっとまだ足りてないかなと。試合中ってことそうです、うん、あるんですよ。だそこはちょっと問題点ではあるんですが、ほうほうほう、あらかじめその選手たちにその参考となる VTR を作ることができたわけじゃないですか、うん、長井健介バタでこうしたりとか、ほうほう、 VTR 撮影会だったわけですか、ある意味チャレンジ。例えば大阪の場合が上田綺世と考えて、はい、長井の場合が前田大然と考えたら、誰をどう使うかによってのシミュレーションをそこでだからあえて学ばせるってことができたと思うんです、うんうんうん、で途中修正能力はもう監督とかもう選手とか関係なく異常に長けてる一人、久保建英というところがいますから、はいはいはい、彼にちょっとだから任せるような感じで言ってくれれば、もう最初の指針だけ監督が決めて、あとは途中修正能力はお前ら頑張れよというところで、できれば日本代表も決勝トーナメントに勝て、進める可能性はあるんじゃないかなと思っております。倍超面白いじゃないですか、超楽しみになってきました。ぜひ見ていただければと思います。ダゾン入ろう、はい、あ入ってた楽しみです、楽しみにしてください。やってきますということで、日本代表について伺いました、はい、コパの、いろんなチームもやってくれるんですね、これから、はいはい、楽しみです。3チームございます、はい、コパのチーム分析情報を、また楽しみくださいということでございますね、はい、ミルクサッカーアカデミーはこう国内外に関わらずですね、 J リーグを中心にですが、いろんな情報をねコーナー織り交ぜて出しております。全施設のね、レビュープレビューも行っておりますので、ぜひチャンネル登録してちょうだいませということですね、はい、はい、というわけでした。井上真でした。ミルク佐藤でした。先生ありがとうございました。ライブツイッターもやっております、ぜひよろしくお願いいたします。